だよ。この放送はもっと個性的にもっとあなたらしくパーソナルベスト鈴木とご覧のスポンサーの提供でお送りします。で回転していきます。でその必修動作ジャンピングジャックです。左右に均等に足を開閉します。このように腕のバリエーションをつけてダイナミックに行います。そしてハイレッグキック、これは体の前方に足を伸ばしたまま4回キックします。柔軟性や、上体の調整力もよくわかりますね。そしてアブドミナルカール、これは腰が浮かない程度まで上体をゆっくりとこのように巻き上げるんですね。手足の動きをつけますと非常に面白い動きになります。難易度も高くなりそうですね。そしてこれがプッシュアップですね。これも足の動きや手のバリエーションも加えられるんですね。上体が崩れないように全身がうまくきれいに上下しないといけません。そして8カウントコンビネーション、これはどういうものでしょうか。音楽の8拍の中にターンやキックやいろいろなフックを組み合わせて行います。はい、ターンを加えてね、このように体の向きを変えたり移動を加えたりしますと非常に面白い動きになります。そして必修ではありませんが難易度が高い動作です。これはお尻を浮かすプレスでした。遠くへとフリープです。はい、そして柔軟性を示すスプリットですね。これは左右への開脚、そして真上へ飛んで降りるジャンプです。スキューブが印象的でした。これリハーサルはいつやってるんですか。集まって前日だけなんです。それにしてもぴったりと合いますね。プロフェッショナルというか綺麗に見せてくれました。女性シングルス決勝戦、いよいよ日本人選手の登場です。予選4位野中千里選手、非常にテンポの速いスピード感あふれる演技を期待しました。ジャンプも綺麗に足が左右均等に揃うといいですよね。スプリットも十分に足が伸びてキビキビとした印象ですね。ネットワーが体の終わりには非常に安定して上手い選手ですね。冒頭に力技を持ってくるというのは何か作戦でしょうか。最初の方がブレがないというのもあるとは思います。小柄な選手なんですよね。そうですね、そばにすると一緒に小さい選手なんですが舞台で大きく見えますね。こういった動きのメリハリの付け方も非常にうまいですね。やはり女性らしい表現も用いていますね。この曲との一声も非常にいいですよね。今までのところどうでしょう。今の、エアボンというんですが回転したフロアの難しいんですが、うまく決まったと思います。プッシュアップは上体がぶれないようにですね、気持ちよくスッと上に上がらないといけないんですね。野中選手は大丈夫そうですね。きれいに決まりました。アブドミナルカールもこの足のアクセント手のアクセントも面白いんじゃないですか。そして立ち技ですね。この8カウントコンビネーションの中に、はい、タッチのジャンプが入っています。いですね、このように回転も入りますからね、非常に4回繰り返しの中で、消耗する動きなんですね。こういったフロアの展開もいいですね。これがジャンピングジャックですか。斜め後ろに下がってきれいに、足の回避ができました。決まりました。予選よりも非常に動きのキメキメがしっかりと見れられてとても良かったじゃないでしょうか。彼女らしいスピード感出る演技がしっかりと見られたと思います。得点も高いですね。 8.80 と高得点になっています。
キングはまたアメリカと全く違う一つな、タイプで面白い構成を持ってくる、このワイルドな感じが逆抜けたんですかね。何人とも小柄で可愛らしい選手なんですけれども、力ありますね。いつもたっぷりとあって最後まで全然崩れませんでした。レイジカウントの入れ替えも面白いですよね。動きの難度だけではなくて、こういったフォーメーションで見せるというのもトリプルの特徴だと思います。このあたりも楽しいですよね。日本のステートリオ3位に入場しました。頑張ります。